はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史です。今回ホワイトボードの講義をスマホで録画したらどうなるかなっていうふうに思って早速やってみようと思ったんですが、今うちのマンション目の前が工事してるので工事の音とか結構グワ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 って聞こえるかもしれないです。とはいえですね、まあ外的な環境が外部環境っていうのがガー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 言ってる時にこのマイクで私が話すとどのぐらい外の音が入るのかなっていうのもある種の実験として今回話をさせていただきたいと思います。トントンカチカチ外でやってんですけどね。で、今回の話の内容っていうのは買い付け金額をいくらにすればいいのって、これむちゃくちゃよく聞かれる質問なんですよ。ですからこれ根本的にこの質問する方っていくらだったらいい、いくらだったらダメっていう数値があると思ってるんですよね、金額的な。でもここが実は、まあ、間違っちゃいないんだけど間違ってるんですよね。だからそちらについて話をさせていただきたいと思います。相当興味ある方多い内容じゃないですかね。我々って買い付けを行う際に2つのことを考えなきゃいけないんですよ。で、1つ目っていうのはここ映ってますね。1つ目、あ、今回もこんな格好ですいません失礼、今更ながらですけど、1つ目っていうのは重量なんですね。重さ、重量っていうのを気にしなきゃいけないんです。で、もう1つっていうのは、皆さんこれなぜかないがしろにしがちなんですけど、当然ながら資金なんですよね。資金なんですよ。で、皆さんは国際送料とか送料の負担のことを考えていくらにしたらいいですかってよく言われるんですけど、このいくらっていうのは皆さんの資金次第なんですよ、簡単に言えば。要するに、いやだったら答えから言えばね、たくさん買い付ければ買い付けるほど送料とか国際、まあ国際送料とか関税とか燃料サーチャージ代っていうのが、1商品あたりの燃料サーチャージっていうのが、まあ、まあ燃料サーチャージは正確に言うと、あの商品代金の 10% だとか決まってるのであんまり関係ない場合もあるんだけど、基本的には送料とあとは関税っていうのがたくさん買い付ければ買い付けるほど、まあ、簡単に言えば重ければ重いほど安くなるっていうのがあるんですよ。だから答えから言えばそれはたくさん買い付けた方がいいよねっていうのが答えなんですけど、私も含め有限の資金があるじゃないですか。だからいくらぐらい買い付ければいいんですかっていう人は、この重さで考えなければいけないところをお金で考えちゃってるわけですよね。で、いくらぐらいっていうのはこれ本当皆さんの資金次第ですし、まあ、テストマーケティング何回目かによっても違うと思うので、まあ、資金が無尽蔵じゃない人は別に20万円ぐらいいきなり買い付けてもいいんだけれども、実際問題、初めのテストマーケティングで売れるかどうかも分かんないとか不安がある状況を考えると、まあ10万円以下、ただしいつも5万6万円以上買い付けましょうって私がよく話してるんですが、それはどういうことかっていうと、まあ要するに大体平均8万円ってよく私は言ってるんですよ。8万円これどういうことかっていうと、この5万6万円を切ってしまうと送料がぐっと高くなるんですね。だから私は別に金額が5万6万円っていうのが区切りなんじゃなくって、ある程度の数の商品、ある程度の重さの商品を買い付けるってなると、こんぐらいはいかないとまずいよねっていう話なんですよ。で、重さの方にちょっとこれ後でね、とりあえずざっくりとこの5万6万って、今あんま覚えなくていいです。とりあえず重要なのは、皆さん資金があるんだから初めから20万円買い付ける人ってなかなかいないじゃないですか。だから初めはまず資金は資金で、ここちょっと区切って考えてほしいんですよね。一緒くたにしてほしくないんですよ。だからいくら買い付ければいいですかっていうのは、こっちのこともこっちのことも含めていくらっていう、なんか絶対値があると思ってる方なので、それはちょっと誤解してますよっていう話で、資金については単純な話なんですけど、例えば0から20キログラム、これ重さっていうのは2つあります。はかりに乗っけて測る重さと容積重量ですね。容積重量っていうのは、商品がこういうふうにあったとして、この商品の縦横高さですよね、縦横高さをかけて、で一定の数で割ったもの、まあ基本的には縦かける横かける高さですね、で割ることの誤算する場合が多いです。アメリカの場合は大体どこの代行会社さんでも。で、これ重要なのは、容積重量とか、
まあ梱包サイズとか言うんですけど、とにかく商品のサイズじゃないですからね。商品がでかくたって折りたためるんだったら容積重量は小さくなりますから、そこも結構皆さん誤解しがちなんですけど、重量または容積重量ですっていうと、商品サイズってアリババに書いてあるじゃないですか。この商品はこんぐらいのサイズだって、でそれイコール容積重量だって思っちゃう人がいいんですけど、そうじゃなくて折りたたんだ時の梱包サイズが容積重量です。で容積重量っていうのは縦横高さを一定の数で割ったもの、まあ大体5000です、どこの代行会社でも割る5000、中国アメリカであればね、っていうものが、これまあ5000で割ったものっていうのがキログラムに直したものなんですよ。まあちょっと分かりづらいんで具体的に話しますね。ちょっと容積重量っていうのは、これ結構皆さん足引っ張るっていうか誤解してる方が多いんで、例えば10cm×20cm×40cm の商品があったとしますよね。でそれを5000で割るんです、簡単に言えば。で 10×20 で 200×400 で8000か、8000ですよね。これで 20×40 でちょっと検算してますね。 2×4 で8で00で800で8000ですね。でこれ8000っていうのが出てきました。でこれを5000か、5000で割ったものですね。5000で割ったもの、だからごめんなさい、500って書きかけましたけど、基本的には5000ですね。5000で割ったものってどうなるかっていうと、まあ、1.6 っていう数値が出るんですよ。8000割る5000やると、ってことはこの商品の容積重量は 1.6kg ですよってことなんですね。じゃあ量りに乗っけた時の重さが例えば 500g で、で容積重量が 1.6kg だった、まあ要するにこれはイコール 0.5kg ですよね。 500g ってことは 0.5kg で、容積重量が 1.6kg なんだけど、この場合どっちを選んだらいいのっていうと、この商品、まあ、A という商品があって、量りに乗っけて測ったら 0.5kg だった、容積重量が 1.6kg だった、ってことはこの商品の重量はどちらか重い方の 1.6 っていうのをこの商品の重量とするわけですね。でその一言で言えば、量りに乗っけて測った重さもしくは容積重量のうちどちらか重い方っていうのをどん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 足していくんです。そうすれば商品の総重量になりますよね。でこれも細かい話言えば、 FBA の納品先ごとに違ってくるから別々に考えたりしなきゃいけないんですけど、そういうものはちょっと端折らせていただいて、今回話を簡素化して考えます。一つの FBA 納品先に送るのであれば、例えば0から20キロ、ある代行会社だと0から20キロぐらいっていうのは、その時その時で要相談、要確認って言われてるんですよ。要するにどのぐらいのコストになるか分かんない。で例えば21から30kg っていうのは何元だとか、で31から70kg っていうのは何元みたいな感じで、重さが重くなればなるほど 1kg あたりの国際送料っていうのが下がるんですね。ってことは我々っていうのは最低ラインとしてここは超えたいなっていうのは、この例えばこういう代行会社さんがあったとしたら、ここのラインは超えたいわけですよ。だってここより下だったらその時その時でコストが結構高くなっちゃうわけなんですよ。例えば21から30が39元で、31から70が38元だとしたら、ビビたる差かもしれないですけど、ここはね、この上はビビたる差なんですけど、この下っていうのは結構ガツンと送料がかかっちゃうんですよ、思いっきり。だから20、この代行会社、このチャートの代行会社であれば21キロは超えるようにしましょうねって、商品の一個一個の量りに乗っけて測った重さと容積重量のうちどちらが大きい方ね、重い方っていうのを全部足してって21超えるかどうかで判断するってことなんですよ。だから理想的に言えば、この21キロを超えるっていうと、そんな1個が8キロとか10キロとか2キロ3キロの商品ってなかなか扱わないんで、最低でも5、6万円分ぐらい買い付けないと21キロ超えないよねっていうこと。だからこの5、6万円っていう数字は、なんだろう、絶対的な数じゃないんですよ。重さから考えてった金額なんですよ。だから
あんまりこの5、6万円がどうとかこうとかっていうよりは、重量で21キロずつ超えるか、これ代行会社さんによって違いますから、このグンっていきなり安くなるラインが必ずあります。普通そうなんですよ。当たり前ですよね。たくさんドカンと送るのとちょこんと送るんだったら、ちょこんと送る方が割高になるってイメージわかりますよね。だから21キロ以上超えましょうってことです。で、21キロ以上超えたのであれば別にたくさん送れば送るほどいいんだけど、そこでようやくここに戻ってくるわけですね。我々は資金あって、じゃあ20万円いきなり買い付けると怖いじゃないですか。よくね、初めてのテストマーケティングで、だったら20万っていうのはちょっと現実的じゃないかなと。もちろん度胸ある方だったらいいですけど、ってなるとまあ10万円前後、8万円前後ぐらいの金額にしたら買い付けですけど、あくまでもこの 21kg ラインっていうのは超えるように買い付けをしていくってことが重要になるってことですね。よくわかりましたでしょうか。今回の話まとめさせていただくと、よく商品アイテム何個買い付ければいいですかとか、何円買い付ければいいですかって聞く方がいるんですけど、何個とか何円ってぶっちゃけた話そんな関係ないんですよね。そんな関係ないんですよ。買い付ける金額、国際送料とか、あとは関税も、まあ、例えば1納品先に200元かかるんだったら、1つの倉庫に200個送ったとしたら、1つの商品あたりの関税の負担額って1元で済むじゃないですか。それを1つの倉庫に2個しか送んなかったら、1個あたり100元の負担になるわけですね。だからたくさん送った方がいいんだけど、でも何個送ったからいいとか、いくら買い付けたからいいって発想を持ってる方、ちょっと抜本的に考え方を変えてみてください。大切なのは重さです。重さが大切で、で、重さが超えるかどうかをチェックした上で、同時にすごく重要なのがやっぱり大切なお金ですから、皆さんの資金ですね。だからこの重さと資金のバランスがどこがいいかっていうところを見出していくっていうのが、これ別に初回テストマーケティングだけではなくって物販なんですよ。だから皆さんがよく気にしている何個何ロット買い付ければいい、何円買い付ければいいっていうのは、ちょっと実はその発想は違ってるっていう点を話したくって、外で今ガガガガガガガとかやり始めちゃったんですけど、話をさせていただきました。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒澤敦が工事現場の目の前よりお送りさせていただきました。ではご清聴すみません、うるさくて。ご清聴ありがとうございます。失礼いたします。